スズメモクホウジロカホウジロゾークに分類される鳥類。アフリカ大陸北部、ユーラシア大陸、日本カキはユーラシア大陸の中から高緯度地域で繁殖し、冬季はアフリカ大陸北部やユーラシア大陸南部へ南下し、越冬する。日本ではアシュオオジュリンがカキに北海道と東北地方で繁殖し、冬季に本州以南に南下し越冬する。 全長14.5センチメートル。翼は赤葛色の羽毛で覆われ、黒い縦縞状の半紋が入る。オスの冬羽の頭部は赤葛色で、夏羽では喉にかけて黒くなる。これは羽毛が生え変わるからではなく、冬羽の赤葛色の部分が摩耗し、より内側の黒い部分が表に現れてくることによる。くちばしの基部から方へ向かう半紋は白い。 頸部から、腹面は白く、額線とつながる。背面は、赤褐色に黒い縦縞が入る。腹面は白い。オスの冬輪はメスに似るが、喉が黒い反紋で囲まれる。メスは、頭頂部と頬が褐色、目上部にある、眉状の反紋と、方線は、高褐色。背面には、肺褐,褐色と黒の縦縞が入る。面は、褐,褐色の羽毛で覆われ、 体側面には、褐色の縦縞が入る。河川や湖沼周辺の草原や湿原等に生息する。周期や陶器は小規模な群れを形成し生活する。植生は雑食で、種子、昆虫類等を食べる。足等の茎に縦に止まり、歯の鞘を剥がし中にいる昆虫類を捕食する。また地上を跳ね歩きながら、餌を採食することもある。繁殖形態は卵生。 繁殖期には、つがいで生活し縄張りを形成するが、巣は、比較的集中して作られ、コロニー状になることもある。草の根元等に、枯れ草等を組み合わせたおン状の巣を作り、5から7月に1回に4から5個の卵を産む。雌雄とも放卵し、放卵期間は12から14日。ひなは、孵化してから10から13日で巣立つ。ありがとうございます。